そういうのやったことなんですけど、めっちゃ折り鶴ユースは興味あって、はい。鈴木啓奈さんとか、ご存知が、サークル兼、まあ、大学の学科の先輩でもあって、大学ですね。あ、そうです。ケイナさんとか、はい。私、岡本さんがピースボート乗ってた時の折り鶴ユースだったんですけど、そんあ、な感じ。昨日、ピースボートのイベントの時も、参加させていただいて、本当だ。だから名前に覚えがあったんだ。はい。開始できそうですか？はい、開始できました。では、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日は6のつく日、26日なので、6のつく日、片リベさんとお話しように、オンライン参加いただきました。ありがとうございます。私はですね、ソーシャルブックカフェハチドリ社を、作りました。アビコと申します。名前がね、これ、名前入れます。はい。アビコエリカ。ね、はい、アビコと申します、はい、安心の安に彦根城の彦で安彦と書いてアビコと読みます。よろしくお願いします。お願いします。ですね、はい、ありがとうございます。冒頭に、あ、どなたか来ました。冒頭にハチドリ社とはっていう、お話、ハチドリ社ってどんなとこなのかっていうことと、あと この企画の説明を冒頭にさせてもらって、それから岡本さんの話の方に行きたいと思うんですけれども、まず八里通り社とはなんですけれども、私がここの場所を作ろうと思ったのが2016年の、12月だったんですね。でその半年ぐらい私仕事がなくてどうしようかなと思っていてですね、で働くところ、まあ、その5年ぐらい前からフリーで働いていて、結構好きなように仕事をしてたというか、半年働いて1ヶ月お休みしてる間に次の仕事がやってきて、でまた数ヶ月働いてっていうような、もう長く働くっていうのが苦手になっていてですね、それは組織という存在が好きじゃないんですね。組織ってなんかこう自分をなんかなんていうのかな、消さなくちゃいけないっていうか、その組織に馴染むために自分自身でいることをこうなんとなくこうやめていかなきゃいけないみたいなのと、うん、自分で考えて自分で作って行動するみたいなことがしづらいようなシステムになっちゃってるので、5、6年組織ちょっと苦手だなって思って適当に働いたんですけれども、機関工みたいな感じで、季節労働者みたいな感じで、それがですね、2016年の8月の、まあ、86あたりのイベントとかわーってやった後、仕事を次の仕事なんかやらないとなと思って待ってても来なくて、で探してもなんかいまいち見つからなくて、でその年の年末を迎えた時に、もうそうかと思って、年も年だと30代後半 の人を雇いたくもないよなみたいな、でしかもいろんな仕事をねしてきたので、でさらに私は言いたいことがあったら言うタイプなので、使いづらいだろうなと思ってたから、もう自分でやるかしょうがないって思って何しようかなって考えた時に、軍需産業に加担しない仕事がしたいなと思ったんですよ。でいかにそんな仕事があるのか考えたら、軍需産業に加担しない仕事、教育系かなとか社会福祉なのかなとか医療系かなとか考えるけども、全部ヒエラルキーが存在してる、絶対あかんこれと思って、でカフェだなってなったのがここを作ったきっかけです。でカフェ、そうなんですよ。でカフェだと一から自分で作るから材料も選べるし、でそれは例えばここに映ってるこれエアコンのカバーなんですけれども、これ広島県産の杉を使っていて、でこの塗料とかはアウロっていうドイツの化学自然塗料のメーカー、化学塗料を使いたくなかったんですね、とか、まあ使うもの全部その自分で選べる、でそれがその軍需産業に加担しないことにもその選択がなるっていうふうに思った時に、一番全部なんかこう自分で決めれて、でそれが影響させる買い物をすることによって
同じことができるっていうのが気持ちが一貫してなんかこう作れるっていうのがすごく気持ちよかってですね、それができたらいいなってまだ思ってただけだったんですけど、12月の段階では20万円しかお金がなかったしなんだけども、借り入れしたらいいのかなとか、まずは物件を探してみようって思ったらですね、この場所がすぐ見つかったんですよ。で、私は誕生日の日にそういうカフェが作りたいなって書いたらですね、500いいね以上ついてコメントもいっぱいもらったから、あ、これはやった方がいいなと思ってすぐにその気になっちゃって、翌1月の11日ぐらいに物件を探し始めたらすぐここが見つかって、でもここ雀荘だったんですよ、天宝っていう名前だったんですけどそうでも天井とかも全部抹茶茶で汚くて、ここ13万かと高いなっていう感じで、どうしようかなって悩んでたんだけれども、結局その平和公園のそばで物件を探していて、平和公園のそばで3、40人ぐらい最大入れて、まあ、今60人ぐらい入れるようになっちゃったんですけれども、席の作り方でね3、40人規模で飲食ができるっていう物件がもうここしかなかったので、4月の終わりまで悩んで契約をして、5月から工事を始めて、で7月にオープンっていう、でお金も借り入れしたりクラウドファンディングしたりっていうので、なんか思い立って半年でできちゃったというですね、すごい不思議なカフェなんです20万円しかなくてもできカフェって作れるんだなって思って、この経験を いろんな人にお伝えしたいと思ってるので、聞きたかったらいつでも聞いてください、はい、誰でもできます私ができるんだから誰でもできると思ったんですけども、はい、すごくこだわったりとか、ニッチな、でこだわったのは真面目なことを話しても惹かれない場所が作りたいということだったんですね。でこの社会はちょっと真面目な話をするとすごいねとか偉いねとかって言われて、なんかこう溝が勝手に作られちゃって、ただ喋ってるだけなのに一体なぜって悲しい思いを結構してきたんですけれども、いやでもそういう話をいっぱいしていくことによって、感覚だったりとか知恵とかいうものが層として厚みを増して、自分の考えという軸ができていくはずで、それをただその本読むだけだったりとか、ネットで検索して情報を得るだけでは少し足りないなという感触がする。意見の違う人の話を聞くことも必要だと思うし、対話って大事だなと思っていて、温度感とかもで、直接会って対話するっていう真面目な話をもうじゃんじゃんしていこう、そして自分も浮かないで済むっていうそういう、メリットがこのカフェにはありますね。はい、でそう思って作ったら、私のように思う人きっといるだろうなって思って作ったら、やっぱりたくさんいてだよねっていう感じです。それで2年半この7月で3年になるんですけれども、続けてくることができました。で月に30から40ぐらい企画を、やっていて、まあ、あと社会課題解決に紐づく本が、しか置いてない、社会課題解決に紐づく映画しかやってない、そういうイベントしかやってないんですけれども、それを3、40本オフラインでやってました、ずっと。だけれども今コロナの影響で全部オンラインの方に切り替えて、それでもやっぱりつながりを作りたいなっていう気持ちで続けています。で、企画作りの軸にしているのは差を埋めるっていうことで、そのやっぱり知らないというだけで、例えば一番分かりやすいのが例えばセクシャルマイノリティとか性同一性障害とかっていう人と出会うことって普段なかなかないし、誰かセクシャルマイノリティの人紹介してくださいなんて、なんだろうそれっていう不思議な感じになってしまうので、なかなか出会うことができないけれども、でも会える場があれば会いに来て、で直接会って話すだけで、なんだ同じ人だねとか、恋もするしトイレも行くしみたいな、恋愛もするしっていう、同じ感触を共有できる相手だよねっていうことが分かるだけで、同じようにセクシャルマイノリティの人に会った時にびっくりしないし、なんか気づかずに傷つけたりとかもしないようになる、優しい社会になっていくんじゃないかなと思って。
ていてですね、そんな優しい社会に自分も行きたいと思うから、その差を埋めれるようなつながりをいっぱい作るっていうのと、まあ、知識知恵を直接伝えてもらって教えてもらうっていうような企画が中心になっています。でこの6のつく日も同じようにですね、被爆者の方ってすごい遠い存在って思っちゃいがちで、私も昔はそうだったんですけれども、なかなかそういうお話を聞けないし、聞くんだったらなんかすごい緊張しなきゃいけないというか、かしこまらなければならないって思っていたし、でもそうなればなるほどなんか距離がすごく遠くなってしまって、っていう時にですね、まあ、ピースボートで100人被爆者の方が乗ったクルーズがあったんですけれども、私はその時スタッフとして働いていてですね、被爆証言を聞く場以外で仲良くなった人たちがいてですね、そうしたら逆になったんですね。被爆者の人とつながるとかじゃなくて、桑原さんみたいな、桑原さんはよく喫煙所にいるおじいちゃんみたいなで時々話すみたいな、では被爆者だったみたいな感じになった時に全然感触が変わって、でそれからは私はあ、近づいたというか、友達になれるんだみたいな感じになってですね、そのハードルが結構低くなって、でそう思ったら逆になんかこの友人の岡本さんのに原爆が落とされたのかマジでムカつくっていう風に変わっていったんですよね。絶対なくしたいみたいな、一緒になくす岡本さんとみたいな、なんかそんな感触に変わっていって、そんな体験がしてほしいなと、そんな風に思えたら、いろんな人たちがそんな近さだったりとか友達になってほしいなみたいな気持ちがあってですね、この6のつく日はオフラインでお店の中でやってる時は1テーブルに、1人に 3つぐらいテーブルがあるんですけれども、1人ずつ座って3人の方に来ていただいて、でそれぞれのテーブルで 2,3 人ずつ小さな輪で話を聞くっていう風にやってましたが、今はちょっと、難しくて、4月の終わりぐらい、4月はちょっとさすがにっていうことで、お休みというか、瀬戸前に代わりに話をしてもらって、これまで聞いてきた話を伝えてもらうっていうのを2回ぐらいやったんですけれども、もしかしたら岡本さんはオンラインになれるかもしれないねっていう話を2人で瀬戸前としてですね、ちょっと聞いてみようかって、連絡をしたら、岡本さん実はちょっともうずっと家から出られなくて、でも活動をしたくてムズムズっていう風にしてたっていうのを聞いてあ、じゃあもうぜひやってもらおうって、でオンラインになることができた、ズームでつながることができるみたいな、すごいすごいみたいな、家でもつながれるんですねっていう、じゃあうちからっていうことで、5月の初めから、4月の26日からオンラインでやっておりまして、今回がだから2回、岡本さんは2回目、この企画オンラインでやるのは4回目ですね、はい、という回ですので、ぜひね、岡本さんと友達になってもらえたら嬉しいなと思います、はい、ということで、このぐらいですね、インストラクションいつも私長くなっちゃうんですけれども今日は特に長くなりました。どうぞよろしくお願いします。ここからはじゃあ瀬戸真由に、はい、バトンタッチしますね。はい、では皆さん今日は改めてよろしくお願いしますなんですが、私から、大体こんな感じでいつも6のつく日進めてますっていうことなんですけれども、まあ、1,2,3,4,5 ってあんまり関係なく、この後ちょっと皆さんからもどこから参加されているどなたかっていうお話をちょっとだけ自己紹介してもらってから、岡本さんにバトンタッチしてお話し進めていっていただくんですけれども、ぜひ今確かあれですね、川上さんが飲み物持ってらっしゃったりしたんですけど、ぜひこうリラックスしながら飲み物飲んだりしながら岡本さんもぜひリラックスしながら参加していただけたらなと思うんですけれども、で岡本さんの話を一方的に聞くというよりも、もしその途中でこれどういう意味だろうって聞きたいことがあったら聞くとか、あそうなんですねって相槌を打つとか、自由に会話というかね、お話に入っていくのをぜひやってみてくださいという感じで今日も進めてみたいなと思います。
で、一応流れがあってから質疑応答みたいな流れにはなるんですけれども、もし聞きたいことがあれば間でじゃんじゃん聞いてくださいという感じですね。双方向でいきましょうということで、進めていけたらと思いますが、ちょっとじゃあ自己紹介的な感じで、私、ハチドリ社のスタッフの瀬戸真由です。広島市ではなく呉市の生まれ育ち在住で、今日はハチドリ社から参加しておりますが、そしたら杉野さん、自己紹介お願いできますか。はい、明治学院大学4年の杉野佐穂です、はい。私は東京出身で今神奈川に住んでるんですけど、サークルでピースリングっていうサークルに入ってて、そこでそういういろんな社会問題とか平和について、まあ、話したかったりする人が集まって、火曜日のお昼休みにカフェルプリムっていう、平和研究所と共同でなんかニュース映像を流して話し合うとか、自分たちが気になってるトピックを上げて話し合うっていう活動を一応やってて、でそれで、まあ、私もその被爆者の方が周りにいらっしゃらなかったので、結構被爆者は被爆者っていうなんか遠い存在で感じてたんですけど、なんかやっぱり自分事として捉えたいなって最近すごい思ってて、でそれで今ちょうどその広島とか行けないけど、オンラインだからこそこう参加できるっていうことで、結構いろんな被爆証言のイベントとかに参加させていただいてます。でいつかピースボート乗りたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。広島の海にさまよってます。あのピースボート見たかな、うん、そうそうそう。はい、川上さん、じゃあ自己紹介お願いします。はい、私は今広島から参加しています。広島の郊外の家から参加しているので、ハチドリ社は前から気にはなっていて、行ってみたいなと思っていたところで、でまあ自粛解除が出たのでそろそろどうかなと思ってホームページを見たら、こういった会があったのでオンラインで参加してみることにしました。今ちょうど休職しているところなので家からの方が参加しやすいなと思って参加させてもらいました。出身は九州で、広島には就職してから住むようになったんですけど、九州でも同じように長崎で原爆とかそういう風な話とかよく聞くんですけど、修学旅行で長崎もちろん行ったこともあるし、自分ではよく知ってるつもりだったんですけど、広島に住んでから初めて、例えば自分の、まあ、最初に住んだところが被爆地から1キロ圏内とかそういう風なところだった時に、初めてこうリアルに感じることができたのが、結構広島の人住んでる感じることっていうのは全然違うものだなっていうのを実感して衝撃を受けた覚えがあります。あと祖父とはあまり戦争の話をしたことがなかったんですけど、2年前に亡くなった祖父が亡くなる直前に、あの意識が朦朧としてきた中で戦争の時のことを口走っていたりとか、船に乗っていたらしいんですけど、戦争が終わって帰ってきて着いた港が宇品だったという話をして亡くなっていったのを聞いていて、その時に広島を見てすごい焼け野原のようになっていて、ものすごく衝撃的だったんだということを言ってたんですけど、その時それ以上もう亡くなってしまったので詳しいこととか聞けずにいて、で今回本当に広島の語り部っていうものがあるのは知っていたんですけど、今までなかなか話を聞く勇気もなかったので、今回いい機会だなと思って参加させてもらいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ川上さんはもう被爆者の方のお話というのを聞くのが初めてっていう感じですか、ね、はい、はいはい、ありがとうございます。そしたらここからは岡本さんにバトンタッチをして、画面共有パワーポイントをちょっと出していただきつつ、自己紹介から出していただいたら始めてもらったら思います。岡本さん、パワーポイント出せそうですか？すぐ何度かね格闘してるんですよね、この画欲しいですよね。画面共有で出るかな、パワーポイント。うん、うん、これはインターネットエクスプローラーが出ました、多分岡本さん。パ
ワーポイントどこに立ち上げてるか、これ一回消してもらった方がいいかもな。うんうん、うん、あ、そうじゃなくてね。ああ、待ってね。うん、大丈夫です。これね、遠隔でその画面こうですよって言えないから、ちょっと念を送りながら頑張ってるさっき一回ね、予行演習できたから大丈夫なんか見えちゃう。今私も全部聞けるのかな、これは。ああ、そういうことか。例えばこう。これでこういうことか。ん？お、岡本さんどうでしょう。いけそうですか？すごい。なんか変になってるね。変になってる？パワーポイントは開けました？うん、開いて。じゃあ、この画面は出ますか？ズームの画面は出てる？瀬戸前だけ出てる。瀬戸前だけ出てる。瀬戸前の上にカーソル乗せたら画面を共有とか出てきます？もし出てこんかったら、うん、その瀬戸前がちっちゃく出とる中の右の方にもうちょっと大きい画面でズームを見るみたいなボタンがないかな。え、ビデオの非表示、この隣、その右隣。ない。ない。ないねえ。ちょっと待って。インタビューの。多分ね、すごい最小化してるんじゃないかなと思うんだけど。そうよね。そのビデオのマークの隣にボタンないです？なんかちょっと緑の矢印で広がりそうな。これも受けならない。うん、左にない。小さい画面だからね、これ。ちっちゃい画面の一番右下。一番右。一番右は、うん、あ、最小化を終了。そう、それ、はい、それ。それ。ね、それで共有？そう、それで画面を共有。で、パワーポイントを選ぶ。ああ、ごめん。ああ。いや、いけた。はい、それで？それでスライドショーにしてもらえたら多分大丈夫です。ただ、これ、あ、画面を大きくすればいいんだね。あ、でもね、もうね、あ、うん、大丈夫、大丈夫、いい感じですよ。最初からで。はい。これでいいの？うん、映ってます、バッチリ。じゃあ自己紹介からよね。はい、お願いします。あの、ちょっとなな長い自己紹介になるか分からんけど、うん、まあ、あの、今日ね、ハチドリの被爆者とお話ししように参加してもらいましてありがとうございます。私は1944年生まれ、広島で生まれて、その翌年に被爆をしました。うん、ですから今年76歳になりました。学歴は広島の崇徳高校、それから関西の大阪工業大学を卒業しています。で、職歴は、あの、この企業の名前多分皆さん知らんと思うんだけど、広島県農業信用基金協会って言って、まあ、農業関係、農業者のための、うん、会社なんですが、まあ、そこで32年ほど勤めて60で退職しました。それでその翌年に再度就職して、それから勤めたのが原爆資料館の警備員として勤めました。今原爆資料館って言ったんだけど、正式名称は広島平和記念資料館って言うんですが、まあ、一応
この正式名称も普通の活動の中では言わないといけないんで、そういうふうに言っておきますが、一応これから通しては原爆資料館で通します。で、まあ、そこでですね、ちょっと画面 の、 ピースボランティアの活動のところに、私が緑 の、 ユニフォームを着て写ってるんですが、この緑のユニフォームに出会ったのがきっかけで、64歳からか、資料館のピースボランティアになりました。警備員をしてる時にその様子を見てってことですか？そう、まあ、全然その資料館にそういうボランティアがあるなんては意識は、知識はなかったんですね、うん、ただ入って仕事してるのに、まあ、ピースボランティアは毎日いますから自然と目に突き出して、うん、何をしてる人なんかなと思い出して、まあ、話聞くと、なんか自分がこれやるボランティアじゃないかなって、そういうふうに思ったんですね。まあ、それがきっかけで、まあ、すぐこれにボランティアに参加することはできなくって、募集があってね、それにあったら応募してできるっていうことなんで、まあ、たまたま入った年はなくて、次の年っていうのかな、いや64歳か3年ぐらいしてからですね、募集があって、それでまあ半年の研修を受けて始めたっていう。で、まあ、その、ピースボランティアやりながら、69歳の時に、さっき瀬戸真由が言ったように、まあ、私が参加したのは第6回だったんですが、被爆者と世界地球一周証言の公開っていうのがあって、で、それに参加して、まあ、たくさんの人の前で、自分の被爆証言ってするのを、初めてやったんですね。で、またその時の経験がまたきっかけになって、ボートがから降りて次の年に広島市が企画してやってた被爆体験伝承者の養成研修っていうのがありまして、それにまあ応募して3年間の研修の後に73歳から被爆体験伝承者に認定されて、その活動を今しているというとこです。で、実際、まあ、これをやりながらハチドリ社の方にもね、うん、お世話になって、まあ、だいたい月3回ありますけど、まあ、1回は必ず参加させてもらうように今はなってます。それは、まあ、アビコさんのご好意にやってです、はい、こちらこそお世話になってます。まあ、それ、まあ、それが私の自己紹介ですが、うんうんうん、ありがとうございます。岡本さん、そういえばこのスライドって前に用意してくださってたように、原爆の概要の説明の部分と岡本さんのご経験の部分に分かれてる内容ですかね。そういえば今日はね、あ、今日は前後してる順番が用意してるのはこういうふうにあ、なるほど。まあ、全体は私の被爆とその後の人生なんですが、まあ、それをこう4つぐらいの項目で、まあ、原爆の話が昔話じゃないんですよっていうこと、うん、それから8月6日の私の被爆体験、それからその後の被爆後の人生、まあ、最後にメッセージが言えたらっていう、まあ、そう、こういう内容なんですが、まあ、本当今被爆体験伝承者っていうのでやるときは、まあ、こういうメニューを示して、これによってもう私が一方的にバーッと喋って子どもたちに聞いてもらうっていうのが伝承講話なんですが、まあ、さて今日はこの進め方がどうなればいいかっていうのは思うんですが、まあ、さっき瀬戸も言ったように話をしながらこう質問とかそういうのにこうどんどん参加してもらって進めたら
どうかなって思うんですが、まあそういうやり方もあるし、うん、今日2人の人がお客さんですが、うん、あのいや私はこういうことから聞きたいっていうようなそういうことが希望があればね、またそれはそれでそれなりに やってもいいんですけど、うん、どうでしょうね。じゃあ杉野さんと川上さんはなんかこの大体こんな流れがあるよっていう中ですけど、今日こんなことが聞きたくて参加したよっていうのありますか、何か。うん、うんうん、いや、この被爆体験と私はどちらかというとその後の人生の方が結構気になります。うん、私はこのスライドに書いてある内容は全て聞いてみたいなと。はい、うんうん。ありがとうございます。そしたら岡本さんが言ってたように内容を話しつつ、何か質問がさらにあれば聞いていくっていうスタイルが良さそうですね。はい。あの、ちょっと今日はね、うん、こういうメニューにしたんだけど、うん、今まで話してるのは、うん、あの被爆後の人生っていうのはあまり詳しいことは話して ないんですよね。だけど今日はこれ結構ボリューム入れとるんで、うんうんうん、どっちかいうと初めて今日は話すっていうあのことなんで、うん、うまいこと伝わればいいかなと思いながら、まあ、今日はとにかく原稿を見ながらっていうような形で進めさせてもらいます。なるほど、はい。それではですね、うん、あの私がその被爆したのは爆心地から 1.5 キロ、まあ、ちょうこの地図の中で黄色の自宅って書いてある、これは2人とも杉野さんはでも広島の地図は詳しくないよね。あ、でも広島行きました。ああそうです、はい、あのこの自宅の上に小さい字で横川駅ってあるんですが、うん、これは山陽本線の横川駅なんですよね、うん、これ左の方行くと広島駅です。ここに小さく広島駅映ってますが、はい、まあ、そういうちょうども横川駅っていう駅の近いところ、うん、まあ、地名は楠木町っていうところだったんですが、うんうん、まあ、そこに住んでいて母と共に2人で被爆しました。まあ、この時の年が 1歳5ヶ月やったんですよね。でこの写真にある子供のくらいの大きさやったと思うんですが、まあ、こういう状態ですからまだこうよちよち歩きで言葉も覚えたくらい、そんな時やったから当然被爆のことは覚えていません。うん、まあしかしですね、あの私の体にはその被爆したことでたくさんの傷跡が残ってるんですよね。まあ、この写真は左腕の、うん、傷跡です。で頭、それから背中、まあ、そういったところに、まあ、深く傷跡が刻まれて残ってる。特にこの左腕の傷跡っていうのは、あの、まあ、あの記憶っていうよりもっと確かなその自分が被爆したっていう証になってるというふうに自分は思っています。で、今日これからですね、あの記憶のない私がこれから話す話っていうのは、あの母親から聞いたこと、それから被爆当時一緒に住んでいた叔父が、まあ、残した体験記、これをもとにして私が知ることができた内容をお話しします。でこれから話す話は原爆の話は75年前のことだけど、決してその昔の話ではないっていうこと、まあ、その内容はですね、まあ、第二次世界大戦でアメリカ軍は原爆を広島と長崎に落とし、でその年のうちに14万と7万合わせて21万の人が、まあ、原爆で
殺されました。まあ、それだけで終わらずに、それから原爆の放射線による影響、ずっと続いてます。そして多くの被爆者が病気で苦しんだり、発病する不安を抱えながら毎日暮らしています。まあ、このようにですね、被爆者を75年間苦しめてきた原爆が、まあ、現在は核兵器、そういうふうに言われて、広島に投下された原爆よりはるかに強力な、力を持って、地球上にそれが1万7000発今あります。そのうち約4000発。これはボタンを押したらすぐに目標を攻撃できる。そういうふうに準備されています。まあ、配備されてるっていうんですね。一発でもそれが使用されたら、それに対して仕返しの攻撃、まあ、報復攻撃ですね。それが起こって何百万何千万、そういう人たちが殺される結果になります。それだけでなく、人間がそうなるだけではなくて、地球が汚染されて、太陽光線が遮られ、地球そのものが滅んでしまうというふうにも言われています。まあ、このように私たち人類は核戦争が起こるかもしれない、そういう時代に生きている、そういうことを、まあ、頭の隅に置いて、これから私の話を聞いてください。岡本さんがさっき1万4000発って言われたの、はい、図とかが例えばこんな風にあったりして、こう遠く見ると何残っちゃって、まあ、私の画面が今見えてる人見えてない人もいるかもしれませんが、うん、こうすごく近づけると一発一発が爆弾の形をしているんですけれども、その一発で起こったことっていうのを岡本さんがこの後お話しされるんですけど、このぐらい今世界にある状態っていうところで私たちはこの話を聞くっていうことですよね、はい、そうですね。私も、まあ、それだけあっていつ使われてもおかしくない、まあ、そういう今世の中になってるっていうことなんですね。そう、ちょうど私アビコです、聞こえてます？はい、はい、ちょうどねそれも話した方がいいかなと思っていてけれども、岡本さんが言ってくれて、いつも冒頭の話に入れ忘れちゃったんですけれども、私なんでアビコさん広島出身じゃないのに、広島出身じゃないんです、茨城県出身なんですけど、広島出身じゃないのに核問題とかやってんのとかって聞かれることがあって、いやそれいつも私人類の課題だからですって答えるようにしていて、広島と長崎だけが背負わなきゃいけないものでもなく、昔の出来事でもなく、今もボタン一つで発射可能な核兵器が配備されている、実戦配備されているっていう状況下の中で、もしそれが使われたらこれから聞く話の状態になるんだっていうふうに話を聞いてもらえたらっていうのを今日言うのを忘れてたので、今言おうと思いましたが、もう岡本さんが言ってくれました。はい、はい、お願いします。で、まあ私の被爆体験なんですが、まあ、今からね75年前に起きた広島に落とされた原爆の話をします。で、私の家族は、まあ、写真はこの夫婦しか写ってないんです。まあ、父は27歳で、母は、25歳、まあ、その時お腹に赤ちゃんがいました。で、19歳のおじと私の4人家族でした。おじさんはお母さんの弟さんでしたっけ？母の弟ですね。母の兄弟は4人だったかな。4人で、母が一番上だったと思うんだけど。長女さんだったかな。あとは男男性が3人で、一番上の男性、おじさんはパイロットで外国の方で、まあ、戦争中に死んでます。で、2番目のおじさんが私と一緒に住んでる。で、下のおじさんは田舎の方に住んでおったらしいんですよね。で、まあ、この
おじさんが一緒に住んでたというのも、実は私がこの、 自分被爆体験を語るようになった頃には知らなかったんですよね。誰も話してくれてない。だけどその資料館の原爆資料館のお隣の平和戦没者のね、国立の記念館でいろんなことを調べていたら、おじさんの体験記が残っていて、でそれを読んでいたらおじさんが家族じゃっていうのが分かったんですけどね。ん、その時なんですね、分かったの。誰も話してくれない。母親も本当に、まあちょこれから話す中の少しの話ですね、それと、まあ、おじさんの話が合わさってやっと被爆のことが分かるっていう状態です。それでですね、あ、でその日の朝8時15分の前にですね、7時15分ぐらいに母は、父親と父とおじが出勤していくのを見送ったんですね。で見送った後に私を傍らに、そばに一緒に寝てた。だから原爆が8時15分に爆発した時に、まあ、それで家が潰された時には寝た状態でそうなったんですね。です。まあ、じゃあなんで朝早くから見送ったらすぐ寝たかっていうと、まあ、ここの地図にちょっと母の作業場所って書いてるんですが、爆心地から1キロメートルぐらいのところに前の日に建物疎開作業という作業に、まあ、町内の人と一緒に行って作業しとった。まあ、1日その作業してたんで、まあ、疲れてて、まあ、眠ったというふうに言ってましたね。まあ、それで、まあ、気がついたのはやはりその家が壊れるっていうすごい衝撃が起こってますから、その衝撃を体に感じて目が覚めたみたいで、まあ、目が覚めた時には目の前が真っ暗でね、何が起きたのか全くわからない。そういう中で、まあ、だんだんその不安になっていって、まあ、パニック状態、そんな状態になっていって、何が何かわからない、ならないような状態の時に、まあ、闇の中で私が大きな声で泣いたらしいんですね。その声でその我に返って、もうすぐ私の名前を、まあ、正し正しって呼びながら、その闇の中を私を探して、まあ、探し回ったっていうことらしいんです。まあ、そうやって探してて、やっとその自分を、私を探し出して、まあ、その後行動としては、そのとにかく外に出ようとして、でまあ、出口っていう、まあ、出られるような場所を探したみたいですが、うん、全然見つからんかった。で、それで、そうこうしてたら、自分は外に出てたんだと。まあ、そういうふうに最初は言ってくれたんですが、まあ、その場面をですね、また、違う日にですね、それから後の話ですが、まあ、その時のことを改めて話してくれたんですが、真っ暗の中で、どこをどのようにして、お前を見つけたか、そして外に図形抜け出たのかははっきりしないんだと。お前を見つけた後、出口は見つからんかった。だけど、真っ暗な闇の先の方に、小さな明かりが見えた。そういう明かりが見えたような気がして、そっちへ向かったんだと。そしたら、そう、運よくっていうんですか、隙間がそこに あった。それで急いでそこから外に出たような、そういうまあ気がするっていうんで、まあ、結構あやふやな話ですが、まあ、そんなようなことを言っていました。で、まあ、外に出たら、今度は外の様子がね、全く変わっていて、いつも見とった建物っていうのはほとんど、原型をとどめないように壊れておったし、
家の前にあった道路も電柱が倒れたり飛んできた材木とかそういったものでこう覆われてどっちへ逃げていいかわからない、そんなどうしようかっていう迷っておったら、たまたま、まあ、運が良くっていうんですか、顔見知りの近所の奥さんが通りかかって、まあ、ここにいては危ない、一緒に逃げよう、そういうふうに言ってくれて、この地図にあります緑の御滝の山って書いてますが、まあ、あの辺は御滝町っていう町やったんですが、あっちの方を目指してこう避難をしていったようです。で、まあ、ここです。ちょっとあの場面がちょっと変わるんですが、まあ、そうやって私たちが御嶽山を目指していたときに、市内の中心部はね、どうだったかっていうと、大惨事が起こっとったんですね。で、爆心地となった島病院っていうのが、その赤いあの印をした場所ですね。まあ、島病院っていうのがそこにあったんですが、原爆はこの病院の上空600メートルで爆発しました。そして強烈な爆風、熱線、放射線を一気に放出。その結果、原爆の投下目標、ここに、相生橋って書いてますが、赤い丸の上にですね、実はその赤い丸の上側にあるギザギザは市内電車なんですが、その市内電車が渡ってる平和公園と交わるところの場所の橋が相生橋です。この場所が目標投下のになった橋なんですが、この目標投下の目標になった橋は、爆風でですね、川の当たった風がこう逆に上にこう吹き上がって、歩道橋部分をこのように持ち上げて、また爆心地になった島病院、これはあのレンガ造りの2階建ての建物だったらしいんですが、こんなようにですね、これは一部玄関付近ですが、本当にここに病院があったかわからないぐらいもう全滅全壊ですね。そういうふうになっていました。またその屋外にいた人っていうのは当然爆風で飛ばされ、あるいはですね、地表の温度を3000度から4000度にした、熱線、これが直接その体に受けた人はそのショックでですね、体の内部組織に障害を受け、あるいは大やけどをして亡くなっています。逆に建物の中にいた人っていうのはどうなったかというと、押し潰されて死んだり、あるいは閉じ込められて、その後発生した火事の炎に包まれて、生きたまま焼かれて死んでいます。それから、時期に火事が今発生しましたが、その火事はですね、この地図のようにこの赤い部分っていうのが、爆心地から約2キロの円になります。この中の建物はもう全て焼かれてなくなってます。建物も全壊ですが、まあ、もちろん鉄筋の頑丈な建物は外観は残っていますが、まあ、それ以外は全壊しています。それからですね、まあ、今言ったその熱線を受けて命を助かった人っていうのはですね、まあ、生き延びてもこの絵のようにですね、裸同然になって衣服を引き裂けて裂かれて皮膚は垂れ下がる。そしてこの世の人とは思えない、そういう姿になりました。その時、広島ではですね、何万もの人々がこのようにぼやけどをしたり、大けがをして、炎に追われて、広島を逃れて、
郊外に四方八方避難して行っていた状況が私たちが御嶽の山に逃げた時の状況です。このような状況の中で私たちは御嶽の山というよりか御嶽域に近い場所にたどり着いていました。その時ですね、自宅の方を見ると、もう自宅、家のあたりは一面燃え上がっていたそうです。その時、母は、怪我はほとんどなく、まあ、かすり傷程度だったんですけど、私が体に、まあ、左腕には大きなその木切れっていうんですかね、そういうものが、深く突き刺さったり、右の耳上の方の頭がこう長く横に切り裂かれたり、背中にも何か所か切り傷があって出血して、その怪我の治療をするための救護所を探したんですが、まあ、近くにはなかった。ただ、近くにですね、緊急 の、 その手伝いをしている人がいて、出血箇所に包帯を巻いてもらう処置を受けています。まあ、その後はですね、まあ、これ母のお話ですが、おにぎりをもらって食べることができ、で助かったと。それとか、雨が降ってきて、その時にもらった布団をかぶって、その雨を防ぐことができた。そんなことも母が言ってました。ただですね、その時広島では雨が降ったんですよね。雨のことは、まあ、布団をかむって防いだとは言ってましたが、それ以上のことは聞いていないんですが、まあ、実際その広島の黒い雨はどうだったかっていうのをちょっとお話ししますと、まあ、皆さんは、ご存知だと思うんですが、原爆の子の像としてよく知られている佐々木貞子さん、ご存知かだろうと思うんですが、貞子さんは、まあ、私と同じ町内に住んでいました。で、この原爆の子の像の上に立っている像が、まあ、貞子さんのモデル。左は貞子さんが、その以後にその白血病を発症して入院した時の写真、小さい方が貞子さんです。で、同じ町内に住んでたっていうんですが、さっき言った山陽本線の横川駅のあの線路と私の家とちょうど真ん中ぐらいのところに貞子さんのお家があったようです。で、貞子さんは家族と一緒に私たちが避難したは別にすぐそばの川をですね、太田川、これを上流に逃げています。そして、山陽本線の下をくぐって、上流に向かう途中に川の中から近所の人が声をかけてくれて、船に乗りなさいって言ってもらって、船に乗って、その火事から助かることができたというふうに言っています。で、その時、船に乗って避難している時に、その雨が降ってきたと。まあ、この辺りではそんなに強い雨ではなかったんですが、まあ、油のような黒い液体がパラパラ降ってきた。その水滴は重油のようにねっとりしていて嫌な匂いをした。で、その雨が貞子さんやお兄さんの着ていた白いシャツにつくと、その黒いシミが洗濯しても落ちない、そういう形で黒いシミが残ったというふうに言われています。それともう一つ黒い雨についてですが、地図の一番左の方
に小井駅って、これもちょっと広島の人でないとよう読まんかもかなんですが、小井の駅、小井町っていう小井の町があったんですが、この辺りは結構激しい雨が降ったようです。30分を超す土砂降りの黒い雨が降り続いた。その時にはこの山の山火事になってたようです。山の木がどんどん燃えていたのが、その30分の土砂降りで消えて、町民がすごい喜んだ、そういう話があります。またその地域ではですね、井戸水を飲むと下痢をした。また川では魚がたくさん死んどった。これはその町民の人たちが言ったのは、アメリカ軍がエキリー菌っていうそのバイ菌を撒いたからそうなったんだと、そういう噂が流れたそうです。でもそれは違っていて、エキリ菌ではなくて放射線の影響で下痢したというのが後で分かったそうです。このように広島ではですね、原爆爆発の20分から30分後頃から放射性物質や液化水によるすすと埃などを含んだ油のような黒い雨が降り続いたというふうに言われています。それが町の様子なんですが、それで私、母と私は夕方、また今度は三田駅の方に移動していました。この、はい、すみません、ちょっと戻るんですけど、はい、貞子さんと岡本さんは、佐々木貞子さんと岡本さんは同い年ぐらいになるんですかね、大体1歳。貞子さんが1年上ですね。はい、1学年上なんですね。貞子さんは1月生まれで、私が3月生まれで、1年違う年なんです、はい。学校とかはだから違ったってことですよね。同じ町内の生まれ育ちというか、割と。あ、そっか、岡本さん。これは被爆した時の話やから、うん、学校行くときはまた違うところ。貞子さんは被爆後、まあ貞子さんたちも同じで全部家が焼かれたから、うん、三好が里らしいんですね。あ、そうなんですね。三好の方に一旦避難して、どのくらい三好におられたのか知らないんですが、また広島に戻って、うん、貞子さんのお家は理髪店だったんですね、散髪屋さん、うん、で広島に帰ってまた散髪を始められたというふうに言われてます、うん、で学校はまあ病気発症したのは上り町小学校というので、だから被爆した時にいた地点とは違う学校に行ってます、うんうん、なるほど、ね、はい、ありがとうございます。すごい年が近い人がそうやってそういう経験がある中でってことですね。はい。だけどすごい近くやったからすごい身近に全然会ったこともないね。ね、知らない人やけど、まあそういうのですごい身近には感じてますね。ありがとうございます。それでまあ今行った三滝駅の方に、うん、私と母は移動していたんですが、この三滝の駅で夕方の5時ごろ、朝出勤していた叔父と偶然出会ったんですね。で、母がそれ叔父を見つけて声をかけた。まあ、ここで今度は叔父の話にちょっとなるんですが、当時叔父はですね、今三滝駅の上の方に下祇園駅って書いてますが、そのほとりに宇治の工場って書いてますように、下祇園駅のすぐ近くにあった工場に行っていました。まあ、かなりもう爆心地から離れてるんで、被爆の影響っていうのはなかったようですが、まあ午前中にですね、会社の方から広島の市内の方から、怪我とか火傷した人がどんどんこう避難して会社 の, その近くの道路の方に集まっておる。でそれを人たちをその
助けるって、ま、救護ですかね、うん、それをするために、うん、助けに行きなさいっていうその指示が会社から出てたんで、まあ、同僚の人と一緒に担架を持って広島の方に今行ったんですが、これ御嶽の駅まで来る前に、まあ、ここにこう川がかかってるんですが、その川の手前、ね、あの奥の方がその長塚町っていうところなんですが、その辺まで担架を用いて、うん、重症者を乗せてこの工場の方にこう運んだ、うん、それを夕方の4時半ぐらいまでやったんだと。でまあ そういうことで広島の方が大変だというんで、今度は自分の家族が心配になって4時半ぐらいに工場を出て自宅に向かったんですね。まあ、その時にこの線路自体にこう帰っていったっていうふうに叔父は言ってます。でこの御嶽駅に着いた時に自分を呼んでる声がするんで、それ見たら、叔父の姉と子供がいて私を呼んでおった。もう私の立場から言うと、母と私がいて母がおじをこう呼んでいった、おったっていう、まあ、そういう場面がこの御嶽の駅で5時頃にあったんですね。で、まあ、避難した頃にもう火がついて自宅の方は燃えてたんですが、夕方5時頃まだまだ自宅の方は燃えておったようです。それでもうその夜は自宅には帰れなくって、この御嶽駅の近くで野宿をしています。で、野宿してからはですね、一晩そこで過ごしたんですが、まあ、夜中にですね、これはまあ叔父の話ですが、空襲警報が鳴って、うん、飛行機が何機も飛んできて怖かった。うーん、近くの竹やぶの中から助けを求める声がたくさん聞こえてきた。でもどうすることもできんかった。まあ、そういうようなことを叔父は書き残しています。まあ、そしてまあそこで一晩野宿して次の朝クスノキの我が家に帰りました。我が家付近はこのようにもう焼け野原でした。全くもう家はなくなっていた。まあ、そのためにですね、まあ、当時、まあ、いざ 災害にあった時っていうんですかね、いざという時にもう避難先っていうのが決められていたそうです。それでその避難先になっておった安村というところに避難していきました。また違う地図ですが、安村っていうのはこの緑で書いてあるあの安っていうところです。まあ、我が家、広島の方から11キロぐらい離れたところなんですが、まあ、そっちの方に避難していって、ここで一泊した。そしたらですね、次の日、これまた偶然なんですが、朝、父親に出会ったんですね。で、父親はどうしてたかというと、もう一度この下の方に父の工場って書いてるんですが、これはですね、広島にある黄金山っていう大きな山って言ったらいいか、まあ小高い山があるんですが、広島の駅の方から言ったら裏側の方になりますが、クスナ、日本町のクスナっていう、まあ、とこなんですが、約4キロぐらいあって、ちょうどこの黄金山で爆風が遮られて、原爆の影響はほとんどなかった、うん、父親は無事だったということです。それで、そうやって4人がこう元気に再会できたんですが、本当はもう家がなくなり、生活する必要なものは全てなくなった、そういう状態でしたから、
その後のことを考えて、父と母と私は田舎の方へ、今度はもっと奥、うん、こう安野って書いてるところですが、まあ、広島から60キロぐらいになるんですが、そこに父はそこの出身で、そこには一番上の兄が住んでいたんで、それを頼りに帰っていきました。まあ、しかしですね、まあ、その日の8月の8日にだから家に安野に着いたんですが、まあ、兄弟はですね、養育取ったっていうんで喜んでくれたみたいですが、ただ避難してきた我々家族を歓迎はしてくれなかったようです。まあ、そういうことで、まあ、家にもね入れてもらえなかったというふうに言っています。ただその家に入れてくれなかったっていうのは、まあ、今思うとですね、あり得るんかなと思います。あの当時はですね、すごい食料なんで、どこの家も家族が食べるのに窮屈していた、まあ、そこへですね、私たち3人が戻っていってですね、理想なんていうのはとても、まあ南方兄弟でも無理だったんかなと、まあ、今はそういうふうに思います。そのために父は狭い田舎の中で、まあ、家を探すことになるんですね。まあ、その間は、そこの土地には、父の姉も住んでいまして、姉夫婦の家に、まあ、世話になりながら家を借りた。まあ、その後はずっと家族は安野で暮らすことになりました。こんなふうにですね、まあ、避難、いろんな災害を受けて避難していった田舎でさえですね、住むところが見つけられない、ままならない、そういう、まあ、時代でもあったようです。まあ、ここでちょっと中断して、いろいろ話を聞こうかなと思うんですが、どうでしょうか。うんうん、何か聞きたいことがある方はご遠慮なく。石橋さんと磯島さんも途中からですが参加ありがとうございます。ご遠慮なく何か聞きたいことがあれば途中でも、まあ、このタイミングでももちろんです、途中でも声をかけて質問全然大歓迎ですという回なのでよろしくお願いします。何か聞きたいことある人いますか。あ、いいですか。もちろん。後の話で出てくるかもしれないんですけど、その岡本さんの体に参加者あるって言ってらっしゃった傷跡っていうのは、自分自身ではいつ気づいたのかなって思って、なんか言われたりしたのかなって、母親とかから。人からその傷跡についてどうこう言われたっていう記憶は、まあ、ないですよね。うん、で私がこう避難していた安野っていうのは本当もう広島から離れた、遠く離れたところなんで、その被爆者がどうこうっていうことも特にそこの地元の人たちっていうのは意識は持ってなかったように思うんですよね。うん、だからまあ普通の怪我として見ていたんかなと思うんですが、うん、まあ、その傷に気づいたっていうのは、さあそれはもうはっきり覚えてないんですが、それを特に意識し始めたのは中学校ぐらいですね。その頃から、まあ後話しますが、いろいろその傷に対して嫌な思いっていうのは強く残っていったですね。うん、ありがとうございます。岡本さんはその、あ、はい、続きがあったらもしあれなんです、大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。
あの岡本さん、そのおじさんのお話は今さっきしてくださったんですけど、直接おじさんとこう会って原爆の話をすることってあったんですか？それはないのよね。お会いする分にはなんか年の離れたお兄ちゃんみたいな感じでお会いしたりはしてたんですかね、戦後。あのね、まあ小さい頃の学校行く頃って、うん、まあ今のおじさんは、まあ、広島の今で言ったら安佐南の佐藤町の方にずっと生活したんだよね。時々あの、まあ、一緒になる言ったら墓参りよね。母方の時期おじさんたちの方の墓参りするのに結構一緒に行きました。特にもうおじさんが定年退職した後は毎年一緒に墓に参る前にまず掃除に行って、で8月の6日になったらお参りに行くっていうのを毎年もやってたんですよね。で私はこっちに住んでたから、あのおじさんをそのヤギで乗せて、まあ、ヤギっていうのは梅林なんですよ、梅林で乗せて田舎に帰るっていうのを本当何回もやってて、おじさんとはたくさんいろんな話もしたのに原爆の話は一切なしなんですね。だから戦後にその母が詳しく話したかっていうと、さっき話したことぐらいしか話してはくれてない、うん、何か、まあ、多くの人がね、被爆者は語らないっていう人が結構おられるという反面、たくさん話してね詳しいことを聞かせてもらったという人もいるんだけど、うん、そう両極端ですよね。その人その人でやっぱり被爆者の思いっていうのがあったんだと思うんですね。うちの場合は周りの人も全然話してくれんかったい、うん、まあ、私も別に原爆のことを知りたいっていうふうに思ったこともなかったしね。思ってたら、思い出したのはとにかく定年してからこのボランティアの世界に入ってからだからね。ありがとうございます。岡本さん、ちなみにこうやって私たち質問してるとき、我々の顔は見えるものですか、その画面の中。見えてますけど、うんうん、みんなが見えてないよ。あ、全員じゃないけど喋りよる人のは見えてるかな。ね、うん、一番上に私がいて、うんうんうん、阿鼻子さんがいて、うん、瀬戸真由がいて、うん、杉野さん、杉野さん、うん、4人しか映ってない。4人しか映ってない、了解です。ね、会話してるとき顔が見えてるかなと思って。いやでもね、これ顔見えてなかったらやっぱし話しにくい。話しづらいですよね。うん、よかった、見えてて、うん、もうちょっと大きくあの顔を見たかったら、一旦しゃあのその質問の時間だけ画面の共有を。あ、そうよね。そうで、その後もう一回またあのどっちパワーポイントに戻してっていうふうにして共有の停止をすりゃいいの。そうそう、でも次大丈夫そう、また戻すのがなんか、まあ、大丈夫だね、きっと大丈夫だね。はい、タイミングだけ。あ、はいはいはい、うんうん、三河磯島さんっていう新しい人が映ってるよ。はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。はい、石橋さんも。はい、はじめまして、こんにちは。途中からですみません。いえいえ、ありがとうございます。はい、ぜひ。はい、質問がこのタイミングで他にある方いますか。あ、質問してもいいですか。はい、はい、あの安野にはご家族4人でみんなで歩いて移動されたんですか。それがね、わからないんですよね。あの、まあ、4人いて、おじさんは工場に帰ったんですよ、はい、うんうん、あの自分が働いていた工場に。ああ、なるほど。
だから田舎に帰ったのは親子が帰ったんです、3人がね。お父さんと。前回の時にそれ言われたんです。なんでおじさんは一緒に田舎に一緒に帰らんかったんかって聞かれましたね。うんうん、それはあのまあさっきの住まいのこともあったんかどうか分かりませんけれど、とにかくおじさんはその工場に毎日通ってたわけだから、うん、その後の生活っていうのも工場へ行こうっていう意識があったんだと思うんですよね、うんうん、工場を。まあでも戦時中やから就職してたかどうかいうのははっきりしないんですけどね。あ、動員されてたか、動員だったんか。でも戻ったいうことは就職してたんかなって思うんだけどね。うん、まあ、そしたらあの会社の方が住む生活場所っていうのは世話してくれたんじゃないかと思うんですね。ああ、なるほど。それで、その田舎に避難していったその経路とか手段を分からない、うん、ただですね、私のその一緒にボランティアしてる先輩がですね、ちょうど田舎の方に原爆の日に疎開した人がいるんですよ、うん、でその人はしっかり、まあその人は当時5年生やったんで、うん、よく覚えてるんだけどね、その広島の古市橋っていうところに今避難し、8月の6日避難しとって、そこからですね電車で壁まで行って、うん、壁から今度は 三段橋線って、昔はまだ三段橋まで行ってなかったんで、伊室っていうところまでその JR が開通してたんですね。だからその人は、壁まで行って、壁から乗り継いで伊室まで行って、でそこからはバスが通ってたから、バスに乗って田舎に行ったって、まあ、はっきり言われたんで、というわけじゃあ そういう道があったんならそれで帰ったんかなと思いながらも、うちの両親だったら歩いたんじゃないかなって思うんですよ。歩いたら山を越えてね、こう歩いて帰るような道はあったみたいなんですよ、昔は。ただ、現場、8月の6日、7日からはいろいろこうトラックがね、うん、行き来してて、怪我した人を広島から田舎にこう運ぶトラックが行ったり来たりしてたんですね。だから、それにもし出会ったら、乗せてもらうチャンスはあったかなと思ったりするんで、ひょっとしたら途中まではそういうのに乗せてもらったんかなと、うんうんうん、でも聞きようがないっていうかね、全然話してはくれてないんで分からない、うんうん、まあ、そういう動きがあったのは初めて聞きました。うん、うん、電車は山陽本線はね、うん、広島から西広島までは止まってたんかな。うん、で、可部線は、うん、だから今、列車が止まるところがどこだったんかわからんんですが、うん、まあ、下木門という駅が、さっきのおじさんがおった近く、あそこはまあ、線でも大きい駅あったから、離合できるホームもあったりしたから、うん、あこから壁の方までは通ってたんじゃないか思うんですね。で、芸備線って三好の方に行くやつ。あれは広島駅から直は出てなくって、次の駅、あれは何だったっけ、矢口じゃなしに、今新幹線のたくさん止まってるところ、の辺に、あ、天神川ですかね。それは新しいです。そのもう一つ、海太地？海太地？あれ、新幹線？芸備線。うん、新幹線のね、客車がすごいこう
矢野矢野かな矢野矢野じゃない。あれも、くあら、くですね。矢口矢口はね、ね私が住んでるところに。わかった。新幹線がいっぱい止まってるところですね。はい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 。はい杉野さんとかわかんないよね。ちょっとついていけてないです。すごい。あ、知らなかったですね。あそこからね、うん、あの三好の方にはもう動いてた。だから広島駅からはこう出られないんだけど、途中からね、それぞれ動いとったみたい。あ、じゃあそうやって避難してた人がいっぱいいたんですね。うん。やが？やが？あ、やが、やが、やが、やのやら、やがやら、やぐちやら、もうや、やしか覚えてなくて、そうね、やが、やの、やぐち、いっぱいやがって、全部似たようなところ、すいません、皆さんすごい非常に申し上げにくいながら、4時半がすごく近づいてるんですけど、これから戦後の話が始まる、あ、そうですね、深い話がたくさんあって、5、多分5時前ぐらいめどでもうちょっと聞けたら。聞きたいかなという感じなんですけど、お時間の許す限りでぜひ。あ、じゃあそういうことでね。いいですか。時間来たら途中でやりましょうね。ね、はい、じゃあ共有。はい、もう一回画面の共有お願いします。大丈夫？大丈夫か？うん。はい。はい、いい感じです。動かん。動かん？動かんなった。動かんなった。パワーポイントが？うん。押しても進まないってことかしら。ちょっともう一回、もう一つ画面があったんだ。なんかね、画面をね、クリックしたりするといいかも。あ、いけそう、いけそう。ごめんね。いいえ、いい。じゃあですね、はい、被爆後の人生の方に移って、まあ、最初はですね、厳しい貧乏時代っていうお話をします。あ、岡本さん、これスライドショーのあの現在のスライドからっていうのを押してもらったらいいかも。え？左上の最初からっていうのの隣に現在のスライドからってある。それを押してもらえたら。映ってるけどいいだろ。うん？そっちは何映ってる？こっちは。スライドショーになってないパワーポイントが。あ、ほんま？うん。そこ押してみてもらっていいですか？あれ、そしたら動かんなる。あ、はい、動いた動いた、いい感じ、大丈夫。はい、ごめん。はい、お願いします。ね、ここからはちょっと絵とか写真がないんで、うんうん。言葉の話になるんですが、まあ、私がですね、一番苦しかったって感じる時代は、引っ越ししていってすぐから、まあ、高校時代の初め頃までが本当に厳しい貧乏時代だったっていうふうに思ってます。で、まあ、貧乏貧乏っていう言葉ではそうなんだけど、うん、どっちか言うともう半端ではない。半端ではない。本当に貧乏。半端でない貧乏って言っても若い人には特に分かりにくいかもわからないんですが、まあ、物が本当にない最低の時代ですから、まあ、そういったあの時代のことをですね、まあ、戦争がなかったら、原爆にやられなかったら、体に傷跡が残らなかったら、そんなんがなかったら貧乏はしなかっただろうし、嫌な思いもしなかった、そんなふうに考える。そうすると、なんでアメリカは原爆を落としたんや、なんで日本は戦争したんや、そういうことが本当に憎いっていう、そういう気持ちが結構その時代は続いていました、うん、気持ち的にはですね。
で、小屋の生活ってどういう生活かっていうと、さっき言いましたように移っていって、住む家がなくって、まあ親父が探したんですが、まあその探す間は姉夫婦の家で寝泊まりさせてもらって探したんですが、まあ、やっと見つかったのは農家の納屋なんですね、うん、まあ、ちょっと若い人にそんなんこの農家の納屋って言ってもわからんと思うんですが、まあそこは人が住むための建物じゃなくって、うん、農機具、まあ、当時はですね牛小屋っていうか牛を飼ったりとかね、うん、そういうものやら農機具を収める、そういうまあ小ものを収めておく建物だったんですが、まあそういうところしかもう見つからんかった、まあ、それでそこはそういうとこですから2階の下間だけしかもう使えない、まあ、そういう狭いところで、ただですね、まあ自分たち3人がですね雨風を避ける最低限のことではあるんですが、それがまあできるということでそこに住むことができたんだろうと思います、うん、まあ、そうやって3人の新しい生活が始まったんですが、まあ、そうするとすぐ私は医者通いを始めました、まあ、医者で治療してもらうときにいつも傷口からハエの幼虫であるウジ虫ですね、うん、それやその突き刺さった息切れっていうのが治療するたびに出てきて、まあ、とても苦しんだそうです、まあ、そうした治療を受けながらいつ頃治ったかっていうのははっきりしません、まあ、ただ治った後に、まあ、傷跡が残りました、まあ、そこの生活っていうのは2年か3年だった短い期間だったんだろうと思うんですが、そのまだまだ小さい時のことですからほとんど覚えていないんですよね。ただ一個だけ覚えとることがあるんです。本当何でもない話なんですが、ある時に部屋に小さなお客さんが訪れたんですね。それは部屋の小さな隙間から入ってきたスズメです、うん、チュン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 鳴きながら部屋の中を飛び回っているのが嬉しかったんだろうと思います。スズメを追いかけ回していた、うん、ただこの場面だけはなぜだか覚えてます、うん、それから母のことですけど、お腹にいた子供は女の子でした。翌年の2月、無事に生まれました。うん、その後、母は2人出産して、男2人と女2人の合計4人の子供を無事に育てています。そういうその小屋の生活から、次にはですね、父が近所で閉鎖した工場の廃材をもらってきて、小さな家を建てたんです。その家は、山辺に、まあ、山の下の方にあって、近くには小川が流れている、そういうところに建っていました。ただですね、近所に電気のついている家があったんですけど、まあ、そこからかなりこう離れていた。そのために長い電線を引く工事が必要だったんですけど、まあ、それができなかった。なぜかっていうとお金がなかったんですね。それで夜の明かりは油を燃やすランプの照明、ランプ生活っていうのはそういう意味のことです。部屋はまあ二間しかなかったですし、まあ、狭くて薄暗かったために大変不便な生活を強いられました。その家での、その思い出っていうのは、
夏にですね、台風が来て、大雨が降ると、その小川が増水して、石が流れるんですね。ゴロ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 。そういう音を立てながら流れていました。それが夜であると、とてもですね、不気味で恐ろしかったということを覚えてますし、またその増水がすごく多いっていうんですか、本当に雨がひどい時にはその水が家の床下を流れるんですよね、うん、その時は怖くて、まあ、眠れない夜を過ごした、まあ、そういう思い出があります。それからまた次引っ越しをしてるんですよね、うん、今度はまあ普通の家を、まあ、新築っていうんですか、まあ、大きい家ではなかったですけど4つの部屋があって電気もあって、まあ、家らしい家っていうんですか、ですから夜家の中が明るい、それがとっても嬉しかったというのはすごい覚えてます。でもこの頃はですね、食べ物がなくて本当に苦労しました。まあ、この頃っていうよりかはもう田舎に引っ越しして避難して行ってからもうずっとですけどね、食べ物がなくて本当に苦労したい。で、ある時ですね、母はお金がないために義理の姉にお米を借りることが何度かあったそうです。うん、まあ、このことが原因となったのか、ある時、義理の姉のうちの米の量が少なくなってる、そう言って母が疑われたことがあったそうです。うん、まあ、母はこのことを後々まで憤慨していました。うんうん、まあ、我が家がこんな暮らしをしていましたから、白い米のご飯を食べたことはありません。学校に持っていく弁当のご飯はいつも黒い麦飯です。うん、黒い麦飯って分かりにくいか分からないんですが、うん、最近みんなが食べてる麦の入った飯っていうのはほとんどまあ白いですね。黒い麦飯、麦っていうのは使ってないです。でも当時は本当に麦、うん、黒い麦。これを弁当を詰めていくとですね、うん、みんなに見られるのが本当に嫌で、いつも隠して食べていました。とってもその惨めな気持ち。それからおやつはなかったですね。ですからいちじくとか柿の実が秋にですね、食べ頃になると近所の家に頼んで木に登って食べさせてもらっていました。まあ、普通はですね、さつまいもをよく食べました。まあ、生で食べることもあったし、焼いても食べることもあった。まあ、避難していった家ですから、当然畑はないんですよね。家の前の小さな空き地で、きゅうりとかナスビなどを栽培しました。また鶏を 2、3 羽飼って卵を産ませていました。そういう世話、野菜の水やり、草取り、鳥の餌やり、卵の取り込み、全部私の仕事でした。それから着るものも不足していました。着るものがない中で、母は服、ズボン、下着、靴下、着るものは着れなくなるまで修復して使いました。破れたところに布を当てて、いつもブツブツ言いながらやってましたね。そういう着るものも、私の体が大きくなって生きられなくなると、
次にそれを弟が着るっていう、まあ、そういう状態です。4人兄弟の一番お兄ちゃんなんですよね、そしたら。あ、そうです、それから学校の教科書も新しいものを使うことはめったになかったです。いつもですね、学年が変わってもです、親戚のお兄さんお姉さんたちが使っていた教科書を譲ってもらってそれを使いました。もうノートなんかいっぱいこういろんなメモが書いてあったのを今でも思い出しますけどね、でまあ私が終わると次は下の次の妹がそれを使う、そういったことで教科書代っていうのをこう使わないように、どうしてもそのもらえないそういう教科書だけ買ってくれた、そういう時代です。まあでもですね、この話今の人たちに信じられないと思うんだけど、戦後しばらくは多くの家庭でこのいったあの教科書を借りるということは行われていたように思います。まあ、こういうこともやはりですね、戦争がなかったら、原爆に遭わんかったら、本当にこんな辛い思いはせんでよかったのになと、そういうこともよく思っていました。次にですね、まあ、私の傷跡のことです。まあ、傷跡、さっきも言いましたが、気になりだしたっていうのはこの頃やと思うんですが、まあ、中学校になったら、体はまあ大人に近いぐらい成長しました。原爆による傷跡もその体の成長に伴って大きくなっていきました。その左腕の傷、これは、まあ、筋を痛めたんですね、まあ、傷が深かった、だからこの指を屈伸するとその皮膚が突っ張る、まあ、そういう後遺症も残りました。まあ、ここにあの写真を載せてますが、まあ、普通左のような様子なんですが、その指を屈伸するとか力を入れるとかそんなことをすると右のようにですね、皮膚が突っ張ってこうそういうふうに、まあ、傷跡が変形するっていうんですか、そんなふうになってます。まあでも特にですね、腕を使うのにこのことが邪魔になって何かができないというようなことはなかったですね。ただこの左腕の傷と頭の傷、これはどちらも 人に見られる目につくそういう場所に残ったんですね。でそれを見られるのが本当に嫌やった。見てどうこう言われるっていうことはほんまなかったんだけど、とにかくこう見られないように見られないように、そういうことをずっとやってきました。ですから頭の髪は長めにカットした、まあ、中学の時は坊主ですけど、その耳にかかるぐらいまでは、まあ、伸ばしとったっていうんですかね。で腕の傷だってっていうのは長袖、シャツも上着も長袖を着て隠し続けた。ただ今はね、やめていますっていうか、頭の傷跡は白髪がまあ増えた頃から目立たなくなったんですね。だから自然と意識がなくなったんです。それを気にする意識がなくなった。それから腕の傷、あとっていうのは、まあもう年のせいじゃないか思いますね。60を過ぎて定年ぐらいになると、もう見られることに、まあ60ぐらい過ぎてから結構あの半袖を着たりね、するようになりましたから。まあそれも、あの、資料館で警備員っていうのも制服があってね、
制服は夏は半袖ですから、うん、長袖を着ることは許可されませんからね、そういうなんで見られることに慣れていったんかなと思うんですよね、うん、今はもうそれで人が見て見られても何ともないっていうかね、まあ年だと思います、そういうふうになりました、うん、それから今度は被爆者としての悩み、これは2つ、結婚するときと子供が生まれるときの話です、うん、まあ、結婚する相手に自分が被爆してますっていう被爆者であるということが相手に言えなかったですね、本当言わにゃいけんと思いながらね、なんでじゃあ言えなかったかというと、被爆していると結婚を断られた、あるいは被爆してから結婚後にそれが気づかれて離婚された、そういう話をいくらか聞いておったんですね、まあ、ただ私の場合は幸いなことに相手も相手の両親も反対なく結婚をすることができました。それでもだから結果的にそんな悩む必要はなかったということなんですが、それは結果なんでね、うん、それから子供や孫が誕生するとき、これも健康体で生まれるように本当にいつもこう生まれて顔を見るまでは祈ってましたね。これも被爆者の子は放射線の影響を受けて健康な体で生まれないことがある、そういうふうに聞いていたからです。まあ、結果的に子供が2人、孫が3人いますが、幸いに子供は健康な体で生まれて、そしてその後、結婚して子供ができ、その子供も元気に育っています。ですから、これもしなくてもいい悩みだった結果的にはですね、うん、ということになります。それから、もう一つ、生涯消えない原爆症の不安という項目なんですが、まあ、実は自分はですね、この76年間、大病っていうことはしていません。ただですね、二度ほど不安な体験をしていますので、その話をします。40歳になった頃、歩くこともできない、辛いっていう、非常に体がだるい症状が4ヶ月間続きました。この時は精神的にも肉体的にも本当に辛くて、多くの被爆者が原爆後、体がだるくなって無気力になる、原爆ブラブラ病、ブラブラ病、これを経験していました。ですから、もしかして私もそういうふうに思って非常に不安になって人間ドックの検査を受けました。でも原因は分かっていません。それからもう一度はですね、定年退職後、61歳から62歳の1年間に7回腹痛発作が起こりました。症状は、まあ、病状、いつも朝方腹痛で目が覚め、トイレに駆け込む、それから下痢と嘔吐を繰り返し、その後大量の汗をかいてから体が得体の知れないだるさに襲われて、どんどん沈んでいく、そういう感じがして意識がなくなりました。7回ですから、発作が何度か繰り返すうちに死の恐怖を感じるようになりました。この時も
原爆のせいかなと心配して医者にかかって胃とか大腸の内視鏡検査を受けましたけど、やはり原因は分かっていません。これらの症状がですね、原爆と関係するのかどうか、それはまあ未だに分かっていません。はっきりしているのは、私たち被爆者は生涯健康に対する不安とともに生きていかないといけん、まあそういうことです。終わりになるんですが、まあ、メッセージをちょっと送らせてもらいますとですね、核兵器、これは人類にとって最悪な爆弾で、決して地球上にあってはならない、そういうふうに私は思っています。現在地球上には多くの核兵器が、核戦争が起きるかもしれない、そういう時代に生きている。このような時代ですから、皆さんに考えてほしいんです。二度と核兵器が使われない、戦争が起こらない、平和な世の中にするにはどうしたらいいのか、他人事ではなくて自分のこととして一度考えてみてください。それから今日これまで聞いたこと、見たこと、感じたこと、家族や知り合いに話して伝えてください。伝えることでですね、核兵器が地球上からなくなることにつながると私は信じています。はい、ご清聴ありがとうございました。これで終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、5時もちょっと近づいてきている中なんですが、よかったら皆さんから一言ずつもらいたいですし、もしその中で特に聞きたい質問があれば、それも言っていただけたらなと、あ、岡本さんありがとうございます。思っています。はい、もう一人ずつ当てる感じでいいですかね。いいですかね。はい、ちょっとじゃあ杉野さんからお願いしてもいいですか。はい、被爆後の人生のところで、その半端ない貧乏って岡本さんが例えてらっしゃったのが印象的で、なんか私の祖父母も戦争の経験者っていうか、直接戦地に行ったとかそういうわけではないんですけど、なんかその一緒にご飯食べるときとか、いつもなんか昔はこんなに食べられなかったし、すごいひもじい思いをして、なんか今の人たちはいいよねみたいな、なんかそういう話をされてて、それがすごい思い出したのと、あと最後のその伝え続けることで核兵器の廃絶につながるっていうことで、なんか自分はこういう話を聞いて、まあ、家族とか友達とかに話すようにはしてたんですけど、なんか何かそれで変わったりとか、その核兵器廃絶に貢献しているのかっていう実感があまり持てなくて、なんかすごい何もできてないなってもどかしい思いをしてたんですけど、なんか今の言葉を聞けて、こう伝え続けることでも少し意味があるなら、これからも続けていきたいなって思いました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。さら川上さんも何か一言か。はい、はい、今日初めて被爆体験のお話を聞いて、まあ自分の知ってる地域とかそういうふうなところがより具体的に出てきて、またその被爆された家というのが、私が広島に来て最初に住んでいたお家のすぐそば でそこで初めて、あ、爆心地が1キロ圏内で見えるんだなって思って、初めて実感していた自分の住んでいた家から、今私が住んでいるところは緑なんですけど、広島のインターンのそばで、ここの前を通っていろんな人がその原爆の後に移動していったんだなとかいうことが、今日如実にちょっと外が見えるんですけど、そういうふうなことを想像しながら、より具体的に感じることができたのが、すごく
大きかったと思います。で、その、まあ大きなことができるわけじゃないですけど、こういったこう、自分の身に染みて感じる経験っていうのを、自分もこんな風に感じれたように、もう少し多くの人が同じような深さで感じることができれば、確かに、ちょっとずつだけれども、やっぱり変わるのかなと思いました。で、私はあの、広島の人と結婚したんですけど、意外に、ご家族とか、まあ、自分の主人も含めて、ここまで具体的に感じて住んでらっしゃる人は少ないのかなというふうに、逆に自分が外から来たからこそいろんなことにショックを受けたんですけど、そう思って聞いてみると、その、小学校とかで授業しているというのに自分は感銘を受けたんですけど、あまりに普通に受けていたりとか、いうところを感じたので、今日の話をよりこの自分のびっくりを踏まえて、まずちょっと、主人と話をしてみたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、石橋さん、お話できますか？マイクが。はい、はい、今日はありがとうございました。途中からで本当すいません。また途中ちょっと出ちゃってごめんなさい。やっぱりその死者が何万人とかっていうのはよく聞くんですけど、やはりその数だけではなくって、そのお一方お一方の人生があって、そういうことが、例えばスズメが入ってきたことがとっても嬉しかったとか、あの線路伝いに沿って歩いていったとか、そういうことが具体的に分かることが本当になんかこう、うん、その人が生きていたことがリアルにこう伝わってくるなと思って、やっぱりその一人一人の重みを私はやはりちょっと伝えていけたらいいなと思いましたし、うん、それと、被爆すること自体がもう本当にすごくもう重いというか大変というか、もう本当に考えられないことなのに、その被害を受けた方がさらにその周りの目とか結婚のこととかで、その、社会からの同じ、あの今を生きている、その時を生きている社会からも辛い思いを受けなければならないというところも、やはりあのこう今のいろんなコロナであったりとか福島のこともだけれども、そういうところにもちょっと通じるものもちょっと感じました。で、さっき最後にやっぱりおっしゃったことで、伝えることで核兵器が地球からなくなることにつながるっておっしゃったのがとても印象残っていて、そのやはり私もそのつなげていくっていうことのほんのちょっとでもいいので、あのできたらなと思いました。すいません、うまくまとまらなくてありがとうございました。ありがとうございます。磯島さんは声出せそうでしょうか？はい。はい。あ、これでいいですね。はい。すいません。全然慣れてなくて、あの、自分の映像を映すことがちょっとわからなくて、すいません。なんか静止画像で。途中からだったんですけれども、本で読んだりとか、テレビで見たりとか、以外でこうやってオンラインではあるけれども直にお話を聞くということが今日初めてだったので、すごい貴重な体験をさせていただきたなと思います、うん、あのやっぱりそういう編集されてないあの生のお話っていうのがを聞いて、今までよりもとても身近に感じました。で、重みというか、なんというか、やっぱり現実のことだっていうところで、すごい体温が伝わってくるというか、受け取ったものが全然違うなというところで、すごく、私の中でとてもインパクトのある時間でした。東京出身で、今島根に住んでますので、今回こうやってオンラインじゃないとこの場に参加できなかったので、それも本当に貴重なことで、なんかこんな巡り合わせで思いがけずこういう大事な話を聞けたっていうことが、すごいこの場を作ってくださったハチドリ社の方たちであったり、今日お話ししてくださった
方にとても感謝の気持ちでいます。何ができるかとか自分自身がっていうのはちょっとわからないんですけど、こうやって身近に聞いて身近に感じること、そこでちょっと意識がやっぱり今までと確実に私2時間前と全然原爆に対する意識が全然違うので、こういう場をこれからも続けていっていただけたらすごくありがたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。私からも言って阿部さんからも言ってって感じでしていこうと思うんですけれども、私すごい岡本さん本当に毎回パワーポイントとかが進化していっていると言いますか、ストーリー運びとかなんかより伝えやすい方法とか、このオンラインで分かりやすいようにってすごくこう工夫されて今回準備してくださったんだなっていうのがすごく分かって、それそのなんていうんですかね、ありがたいし、その姿勢すごい見習わなきゃっていつもこう感じますし、あとそれがあって新しい情報が私の中にも入ってきて毎回気づきがあったりするんですけれども、今回はお父さんとお母さんの年齢が初めてこう画面上に数字として出てたので私お父さんとお母さんの年齢にすごい近いってなったんですね、20代後半なので。そしたら今回はそのお母さん妊娠してて1歳5ヶ月の子供抱えてその経験をした上に小屋に住まなきゃいけなくてって、本当に私今小屋に住んでください、それをこう抱えてってもう想像を絶するなっていうのがすごくより伝わってきて、なんかそういうこう毎回気づきをたくさんいただいていて、なんか感じるものがまた岡本さんの話を何度も何度も聞いてるんですけど毎回新たな視点をいただいてるなと今日も改めて思いました。ありがとうございます。はい、阿部子さんに先も、はい、阿部子さんお願いします。はい、なんかそう後半のが厚めになってるというかね、やっぱり岡本さん自身の言葉の方が伝わってくるものがたくさんあったし、岡本さんを知ってるからこそなんかあ息子お子さんが生まれた時の感触とかもうなんか不安だったみたいなのがもうもうそうだよなっていうか同じなんて言ったらいいんでしょう、感情がなんかこう揺さぶられるというかなんか泣きそうになりましたなんかしんどかっただろうなと思って、本当幸いなことにっていう言葉だけじゃ全然片付かない、うんうん、なんかこう感触がそこにあるんだろうなと思って、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、最後の最後であれなんですが、磯島さんと石橋さん途中から来られてて最初に言えなかったんですけれども、今日取材が入っていて、実は新聞社2社さんから取材が入っているんですね。で、もしちょっと映るの NG ですってことだったら、それはそのように配慮ができたりするんですけど、もし気になる感じだったらもうこの場で言っていただいてもいいですし、大丈夫 NG でいいですか。 NG で映り込むのが NG で、もしあれだったらなんかぼかすとかってありですか。多分スクリーンショットを撮ってたりすると思うんですけど、そこの部分をぼかす、石橋さんの部分をぼかすとかっていうのは、オフになっちゃってる。あ、マイクが、石橋さんのマイクが今オフになっちゃってる名前は出ないですね。あ、名前を出ないようにするっていうところ。はい、はい、じゃあ名前なしで、じゃあぼかしでもな、あ、ぼ、うん、よく名前なしだったら顔は平気。あ、名前なかったら顔なくてもいいです。ああ名前がなかったら変わってもいいです。名前なかったら変わっても OK、はいはい、了解です。じゃあ、はい、そのように伝えておきます。あ、読売新聞の続きと言います。あ、先ほどの件了解しましたので、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、磯島さんは今正式が映り込んではいたりしますが、はい、なんかどうして大丈夫だと思います。大丈夫です。はい、はい、はい、あ、そっかそっか、了解しました。大丈夫かな、こんな感じで。はい、もう一社の共同通信さんが多分僕がの名前だけちょっと消させてもらいます。はい、はい、じゃあちょっと最後そんな確認も踏まえながらですが、5時を過ぎたところでこれで終えていけたらと思いますが、はい、はい、じゃあ、はい、岡本さんからちょっと一言をいただいておしまい。いや本当ありがとうございます。いろいろ今コメントもらって、まあ、どっちか言うと今日その個人的な後半部分は初めて話したようなことなんですが、まあ、それを受け入れてもらったようなんで、まあ、これからもこの部分も合わせて伝えていこうと思います。
どうも本当にありがとうございました。またお目にかかれますように。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんありがとうございました。これにて、あ、記録用にというか記念用に、はい。ちょっと記念用に名前を、名前じゃない、写真を撮りたいので、石破さん、名前、ちょっとなんか別の名前に変えれますか？それか名前映らないようになるくない？どうやったらできるのかがわからない。あ、大丈夫、なんとか、なんとかします。はい。ダビさんが撮りますかね。はい、チーズ。はい、OK です。はい。じゃあ今度こそ皆さんご参加ありがとうございました、はい、これにて終了させて、はい、またお願いします。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼します。失礼します。失礼します。岡本さん、はい、なんかちょっと待ってね。岡本さん聞こえます？はい。ああ、はいはい。追加取材、はい、あ、はい、ちょっと聞きたいことがあるみたいなんで、で、はい、ちょっと待ってくださいね。YouTube を切らないといけないな。ちょっと待ってくださいね。YouTube、石橋さんの名前が映ってないから、映っちゃってんじゃないかな。ちょっとごめんなさい、私ミーティングが入ってしまって皆さんと話せないよ、うん、ちょっとこのままお待ちください、ちょっと岡本さん一回切ってもう一回つなげてもいいですか？一回切りま